スティーボー・スティーボーは、イギリス・ロンドン郊外のウィンブルドン出身の、アメリカ合衆国のテレビパーソナリティ、スタントマン、ヒップホップアーティスト。アメリカ人の父とカナダ人の母を持ち、リングリング・ブラザーズバーナムベイリー・クラウン・カレッジの卒業生。しかし、母体のリングリング・ブラザーズバーナムベイリー・サーカスには加わらなかった。その後、ビッグ・ブラザー氏に、 自らのスタントビデオを送ったことが縁で同志の編集長、ジェフ・トレメインと知り合い、後にトレメインが監督を務める MTV のテレビ番組、ジャッカス・ワイルド・ボーイズに出演、超過激な特攻隊長を務めた。なお、MTV で、ジャッカスが放送される前から、学歴も職もない自分は人を笑わせることしかできない、と、スタントまがいの危険ないたずらを繰り返しながら、 ハンディカメラで撮影していた。ビデオ DVD ソフト、ザ・スティーブ・王ご機嫌だぜは、あまりにも危険で、ジャッカスですら取り上げてもらえなかったその映像を、ビデオソフトにして、アメリカで発売され、後に、日本でも発売された。企画一つごとの割り振りは、数秒や1分以内という一発ネタから、様々なバリエーションの下で、シリーズ化されたものまで様々である。撮影は、 基本的にハンディビデオカメラによるものであり、画質はそれほど良くはない。若きスティーボーがスケボーやドラッグに明け暮れた日々、初の命がけのスタントに挑んだ瞬間やサーカスでチンゲーに励んだ下積み時代が収録されている。白鳥の仮装をしながら流氷をアイススケートとして、流氷の上を華麗にアイススケートしたり、人間ダーツと言いながら自分の尻を、 ダーツの的にしたり、尻から車のフロントガラスにダイブしたり、さらに車の運転をしながら排泄物を他人の車に投げつけたりするなど、型破りな行動をとっている。なお、彼の背中一面には自分の姿勢が施されている。そして、この DVD の一部を撮影中に公共物破壊、麻薬所持の疑いで逮捕された。スティーボーは、 同じアパートに住む隣人を追い出すことを目的に、その隣人の部屋の外壁を叩き壊し、穴を開けていたという。すべては本人によって、ビデオ録画されており、CBS の情報番組、TMZ が入手した映像には、こいつを追い出したいかと叫ぶスティーボーに対して、おお、という野獣馬の声が入っている。午前5時頃に隣人が、市民逮捕し、駆けつけた。 警察官が家の中を調べたところ少量の麻薬が見つかったとのこと。ありがとうございます。